ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になっています。さあ、キラーパンサーを掘りましょうか。はい、あ、サザンビークつくんですね。なんすかね、このテントみたいな。目の見えない老人が住んでいる家。シンガンってやつですね。お、あ、昔の服がある。1個買っときましょうか。あ、違う、2つ必要なんだ。飛ばない、弱っち。ただ金足りねえ。インフレだ、インフレ。インフレってことでもないんですけどね。いらないもん売っちゃえばいいんだけどな。モンスター銅貨とか売っていいんかな。このステテコパンツと三河市の服くっつけるといいのができるみたいで、ね、売れるもんねえな。じゃあいっか、どうせどっかにね、タンスの中とかにあるでしょ、三河市の服とかは。竜の鱗でだったかな。うん、ただ2ついるんだよね。ああ、キラパンサー降りちゃったから歩いてかなきゃ。ガイド東に、じゃあこっちか、イーストだな。ショートカット、ほんと真東です。お、かわす。あいつはスカートモンスターですね。多分弱っちだろう。羊さん、お、見えてきましたね。本当に真東だったな。さあ到着しましたね。うわ、割と小さめだな、城にしては。そんなことないのか、地図上だけの話かな。おっと、はい、到着。あれ、イベントでも閉まってる。え、はい、はい、了解した。まあそりゃそうだよね。王様とお姫様がね、こんな姿に変えられてたら翻訳破棄になっちゃうよね。今どうやって開いたんだ。まあいいか。さあでは探索していきましょうか。スルー、華麗にスルー。はい、生まれる前から
父母までか。諸国蔓延の旅に出ておられた。うん。クラビウス王。へえ、そういうことだったんだ。生まれる前から。まあこれも一種の政略結婚ですもんね。国同士が戦争を起こさぬようにって意味で。いや、まあそれを完全に超えた話か、もはや。バザーか。バザーがあるのか。金がねえぞ。金がたまんないんですよね。経験値を上げようとするとどうしても雑魚敵からは逃げるじゃないですか。だからどうしても金はたまらないんだよな。いらないものを売っていくしかないよね。売ったってはした金にしかなんないからな。はいはい。クラビウス王が治めるサザンビーク。古いしきたりがあるアルゴリザードという魔物を倒す。へえ。宝石っていうのは必ず魔物が守ってますよね。ヴィーナスの涙もそうだったし、あのモンスターなんだっけ、トラップボックスだったっけな。なかなか強かったですからね。このアルゴリザードっつうのまた強そうですよね。もうリザードですもんね。ターバ。リザードって言ったらポケモンか、やっぱ。この人影の方が可愛いからな。同じような作り。いや浄毒結霜。はい、船に乗って。結婚はすぐってわけじゃなさそうですね。寝てる。突然こんなバニーガール姿の女の子が真夜中にね訪ねてきたらビビりますよね。えってなるよね。普通にみんな話してるけどさ。つまり貸しを作らないと鏡は借りれないってことだ。教会ですね。へえ。971。すぐだ。
同じような格好してんな。茨に飲み込まれた、うん、トロデン城の話だね。そうか、夜だからこれが城かな。普通に入れたけど、おわ綺麗な城だ。迷うな。レザーマント、革のマントか。よし、できました。魔除けの聖印ができました。ただ怒りのタトゥー使っちゃってよかったのかな。三河市と捨ててこ、捨ててこ、捨ててこ、あった。これで そういえばなんかククルにつけたっけ。渡しなかった魔除けの、え、自分もめっちゃ上がんじゃん。自分って言っちゃった、主人公。じゃあこれ主人公つけましょうか。聖堂の鎧弱かったんだ。魔除けの聖印を凍結か。力の指輪、力でいいんじゃないかな。まあいいか、魔除けの背につけとくか。袋、尋ねて行ってもな。はい、さっき行ってきたとこですよ。なんだここは。なんだこっちもありましたね。いや、そういうことか。それではご視聴ありがとうございました。次の冒険の記録でまたお会いしましょう。